東京都知事候補者無所属宇都宮賢七73歳元日本弁護士連合会会長地下鉄サリン事件被害対策弁護団団長熊本高校卒東京大学法学部中退では宇都宮健次さんの政見放送です 宇都宮健次ですまず新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々に対して心よりご冥福をお祈り申し上げますまた現在も療養中の方々に対して心よりお見舞いを申し上げます政府や東京都による自粛要請や休業要請によって都民の多くの方が仕事を失い住まいを失い営業継続が困難となり 命や暮らしが脅かされております私は今回の都知事選は、都民一人一人の生存権がかかった選挙であると思います。私は30年以上にわたり、サラ金や闇金などから多額の借金をして返済困難に陥った多重債務者の救済活動を行ってまいりました。またた貸金業者の規制をやるために、えー グレーゾン金利を撤廃するという、えー、貸金業法の改正を実現させました地下鉄サリン事件が発生,発生した際は地下鉄サリン事件被害対策弁護団長としてオウム真理教の破産申し立てを行いまたオウム真理教の犯罪被害者を救済する救済立法を成立させました さらにリーマンショックが発生をして世界的な金融危機に陥ったとき派遣切りにあった派遣労働者が、えー、野宿を余儀なくされましたこのような派遣労働者を支援するために日比谷公園に年越し派遣村をつくり支援活動を行いました2011年に東日本大震災と原発事故が発生した際は私は日面連日本弁護士連合会会長として 被害者の支援に、えー、奔走し被災者支援を立、えー、支援する立法や制度づくりに取り組みました私が今回の都知事選で重視する政策はまず第一にコロナ災害から都民の命を守る医療体制の充実と自粛休業要請に対する保障を徹底するということです日本の PC R 件数 PCR 検査数は OECD ・経済協力開発機構の加盟国、36か国中35位です。コロナ災害の第2波にそ備えるためには、PCR 検査数の徹底、抜本的な強化、PCR 検査体制の抜本的強化、病院や保健所、医療従事者に対する財政支援の強化、病床・医療器具の充実、 そして命をつなぐ生活保障の徹底が重要だと考えます第2は、小池知事が進めようとしている都立・公社病院の独立行政法人化を中止するとともに、さらに充実強化を図るということです。独立行政法人化は、都立病院・公社病院をの質を低下させるとともに、事実上の民営化につながるものです。 この間、都立病院、公社病院はコロナ感染症患者の約7割を受け入れております。民間病院がコロナ感染症患者を受け入れた場合、赤字経営となり、病院の維持が困難となっています。感染症対策をしっかりと行い、都民の命や健康を守るためにも、都立病院、公社病院の独立行政法人化を中止し、さらに充実強化をすることが求められています。 第三は感染症対策の専門家が来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が困難であると判断した場合は IOC ・国際オリンピック委員会に対してオリンピック・パラリンピックの中止を働きかけ中止によって浮いた予算はコロナ災害の被害に遭った都民の支援に回します。第四は火事の誘致計画を中止することです。 カジノ誘致をすると多重債問題の再燃、ギャンブル依存症の拡大、治安の悪化など悪影響がもたらせます。カジノは賭博であり、負けた人の犠牲の上に成り立つ商売です。人の飛行の上に立つカジノ誘致は、えー、きっぱりと中止すべきです。新型コロナ災害では、これまでの日本社会の在り方が問われています。日本社会は 国民の命や暮らし人々の人権よりも経済効率性ばかりを優先する自己責任社会でしたこのような社会の脆弱性があらわになったのは今回のコロナ災害ですこれからの時代は経済効率性よりも国民の命や暮らし人々の人権が尊重され自己責任よりも社会的つながりが重視される 誰もが希望の持てる社会への転換が必要ですそのような都政を確立するために都民の皆さんと頑張ってまいりたいと思っておりますご支援をよろしくお願いします東京都知事候補者無所属宇都宮健二さんの放送でした